いや本当ね、ザク通貨マジで手に入らなくて、1年2ヶ月前かなに予約して、で最近届いたっていう感じだったんですよ。なので本当にね、普通に手に入ったのがめっちゃ嬉しい。いや見て見て、やばいよ、本物だよ。いやもう色がまずザクちゃんだよな、色が本当に。いやすごいよね、めっちゃ結構いろんなポーズできるよ、かっこいいわ。ちょっと頑張って作ろう。 Unext でさ、ポケセン見れるんだよ。 Unext で見れるっていうのをさ知ってさ、ちょっとお風呂で見ちゃったよね。でもなんか見ててやっぱちょっと辛くなってきたねえ、思い出しちゃうよね。ということで開封しましたので作っていきたいと思います、あ、ベジータ、ベジータいた、ベジータ。遅いぞカカロット。通じ合ってる2人。あれ、準備運動やってたんだ。褒めと思いきしやるためによ。わー最高俺は貴様を超えてみせる。うわー、だったらバカの二人だよな。ほらもっと先に行ってやる。ほざけ。始めるぞ、徹底的にな。なんだろう、漫画の先を見てる気持ちになる。かっこいい。はい、うわかっけー。なるほど、準備運動してきたという。孫悟空の進む最強への道はまだまだ続いていくのである。うわー、マジで最高だったんだけど、マジで最高だったんだけど。やっぱベジータと最後はああやって戦うの、なんかさ、スーパーでも戦ってはいて、あれもあれですごい最高だったんだけど、この世界戦だからさ、天下一武道会で最後さ、ベジータと戦わなかったじゃないですか。私結構初めて漫画読んだ時に、あ、最後ウーブー連れて終わるんだみたいな、ベジータと戦ってほしかったな最後って思ってたんだよね。なんかそう思ってた私の心をすごい満たしてくれるサブクエだったじゃあ見ていきますか、シード。あのシードのオープニングが誰歌ってるのかっていうのも、まあ、もしかしたら知ってる、2曲3曲ぐらい知ってるかな、シードの曲多分シードだと思う。なのでちょっと何の曲なのかもめっちゃ楽しみですね。最初誰で来るのかみたいな。それでは皆さんの準備はよろしいでしょうか。第1話、1パッセ1、偽りの平和、見て、パッセフェーズあーなんかもう、あーよし行こうフェーズね、ポーズ、あ、ポーズじゃない、フェーズ偽りの平和から見ていきたいと思います。ふう、はい、それではもうちょっとやめてよ、もう難しいよ、これ P から始まってもバナだわ。当時一番もうとにかく好きで使っていたキャラはエアリスですよし行きまーす。 FF7 は多分一番やったんじゃないかな、誰よりも。スノボースノボーめっちゃやったわ私結構、いや自分の方がやってますっていう人と張るぐらいやったと思ううわーマジで綺麗、あれこんな綺麗だった、めちゃくちゃ綺麗なんだけど。あー確かにここから始めた気がする。マコーロ懐かしいな。
ーかっこいい。やば。いるぞ、新入り。どうも新入りかっこいい。新入りかっこよすぎるだろ。そんな剣の刺し方ある？かっこいいね。きたー。ああ、操作。配信で興奮とかしてて余計かかゆくて、なんだこれみたいな感じで見たら、なんかちょっとかぶれてるみたいな感じになったんだよね。あ、かぶれかな、何これって思って、で鏡とかでこうやって見るじゃん、こうやって。で私気づいたんです、これが何か。あって思って、これダニに噛まれてるって思ってさ。で最初に看護師さんに聞かれたのが、水疱瘡になったことはありますかって聞かれたのさ。えみたいな。え、水疱瘡、いやありますなったことを、みたいな。そしたら、ちょっと待っててくださいねって。ちょっと待っててくださいねってなって。でその後先生がやってきたわけなんですね。でこう先生と看護師さんで、私のここのさ、ちょっとなんか赤くなったやつをさ、こう見られたわけなんですよ、で、どうしたかっていうと、まあもうみんなさっきコメントで出てますけど、まあ、多分帯状疱疹じゃないかって言われてしまって、一言もダニっていう言葉が出てこないんですよ。え、ダニじゃないのって思って、で帯状疱疹って知ってますかって言われて、え、でも帯状疱疹ってなんか50代ぐらいの方とか高齢の方がなるって聞いたんですけどって言ったら、いや帯状疱疹ってそうやって言われてるんですけど、実は年齢関係ないんですよって言われて。確かにその高齢の方の方がなりやすいって言われてた、なりやすいらしいんだけど、全然年齢関係なしになるんだって。でそれでなんか、あっみたいな、はっって思ってっていうねことがありまして、でちょっとね、